はい、こんにちは。テレビ改革と豊島区議会議員、靴田良治でございます。吉崎総一郎様、インコ様、ピースケ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。インコ様、ピースケ様は偶然にも鳥が重なり、つながり、続きましたね。ということで、ですね、葛飾区議会選挙の広報デザインが完了いたしました。まあ、シンプルにまとめました。私が作ったんですけれども、中の文言が一番難しいですね、こういうのってね。いろいろですね、パクられると嫌なんで、これいいななんつって制作パクられると嫌なんで、ここでしか見せませんけれども、葛飾区内に宣伝チラシをポスティングしていただいているボランティアの皆様、ありがとうございます。事業継続中であります。新しいボランティアさんも大募集であります。皆様よろしくお願いいたします。ゆうべはちょっと熱出しちゃって、申し訳ありませんでした。今日はですね、咳は出るものの熱もなく小康状態ですか。まあ8日に病院行ってなんかいろいろやって、疲れちゃって、昨日熱出したのかなって思ってはありますけれども、岸田総理と財務省ちょっと引っ込む、増税に関してですね、株の売買で利益が出た時に自動的に2割徴税されているが、これを3割に上げよう、格差是正のためなんつって、今や庶民でも株ちょっとぐらい持ってたりするんですけどね、とか言ってたんですけれども、選挙前に何言ってんだこいつ、勝つ気あんのかな、資本主義ってものを理解していない楽天三木谷など非難豪語浴びまして、岸田総理と財務省なんですけど、じゃあ 25% にしようかな、 30% は上げすぎだよななんて言ってたんですけれども、やっぱりこれも非難豪語でありました。10日時事通信、岸田総理、当面は金融所得課税については触れないと。まあ増税引っ込めるってことですね。当面は。当面つって、70年もやってる外国人生活保護なんてのもありますから、便利な言葉ですよね。ネットの反応、下手れた、ブレブレやるけ、反発がすごかったんだろう。突き上げ食らえば即引っ込める。役人根性もあるだし。話聞きますは、本当やったんや。だったら初めから言うねん。衆院選終わったらまた言い出すかもしれん。言うて在任中にはやるんやろ。言ってみただけ。こいつのうかつな発言で日経平均がえらいことに。そうなんですよね。3万500円ぐらいから2万7500円ぐらいまで、下がっちゃって、最近は2万8000円ぐらいに戻してますけれども、ここ一両日中の、10日ばかしの下げはすっごいものがありました。投資を抑制したら一気に国が傾くわ、投資するにも税金なんていうんだよ、あれですよね、傾いちゃいますよね。文藝春秋で矢野事務次官が増税を主張するなど、財務省が最近活発化しておりますけれども、その矢野事務次官、スーパーでビニール袋を何枚もがめてる姿を週刊誌に書かれてしまいました。ロールであるペラペラのビニール袋じゃないですか、あれをね、こうやってぐる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 何枚も落とすなんて、せっこ、あーせっこいっす、スーパーの迷惑考えろっつうの、自分さえ良ければいいのか。私こういうタイプ許せないですよ。なぜなら実の母親がこういうタイプでいつも嫌だなと思って、でも子供の身分で逆らえず、全員が全員ですね、1回につき10枚もビニール袋盗んだら大変なことになっぺって、自分の行動を顧みろ、自分さえよければいいのかいう話でね。スーパーに来た客全員1人10枚ずつ盗んでったら、撤去されるでしょうね、ビニール袋ね。何はともあれ、総理が当面増税を引っ込めたのは朗報であります。衆院選終わったらですね、そんなことなかったかのように、またしれっと増税言い出すかもしんないんで、要監視なんですけどね。金融所得課税以外の分野で、環境税とか、あとはね、コロナで金ばらまきすぎたんで、コロナ復興税設けますのっつって、それをですね、言い出すかもしんないんで、要監視であります。岸田さんは、増税派ですかね。今までずーっとそういうことを言ってきました。産経報道、総理、財務次官に釘刺し。
高市総政務会長は不快感、岸田文雄首相は10日のフジテレビ番組で財務省の矢野康治政治どっちだ矢野次官が月刊誌文藝春秋で衆院選などに絡む政策論争をばらまき合戦のようだと批判したことに釘を刺した。いろんな議論はあっていいが一旦法案が決まったら関係者はしっかりと協力してもらわなければならない。これはですねばらまきって言われたことにちょっと釘刺しただけで増税自体のことについては総理は批判してないですね。なぜなら自身が増税派だから。高市早苗政調会長はですね、大変失礼な言い方だ。困ってる方や子供たちに投資しないことほど馬鹿げた話はないと。まあこれ緊縮財政を批判してますよね。高市さんね過去にですね、日本の国債は円建てなんだからデフォルトするわけねえじゃんって発言なさっておりました。なかなか分かってんな。高市さんの方が総理よりもよっぽど国家財政、国家経済っていうのに通じてらっしゃるな。誰かからレクチャーでも受けたんでしょうか。そうなんだよね。円の国債、財務省はですね、国民一人当たりいくらいくらの借金とか嘘ついてます、けど、あれ本当は一人当たりの資産ですからね。銀行に金預けて利子がつくのは国債の利子のおこぼれですからね。資産なんですよ、国民にとってはね。あれは政府の借金であって、しかも政府はですね、日銀に金すらして一発で返すことも可能。1兆円札を1枚すらしてですね、はいっつってそれで返却することも可能なんですよ。だから円建ての日本国債で崩壊することはありえないですけど、まあ増税したい財務省はですね、大変だ大変だ大変だって言いまくっておると。パチンコ倒産ブログさん見るとですね、財務省にはそれをプロパガンダする宣伝部、専門の部局があるそうで、まあメディアであるとか著名人とか日夜駆けずり回って日本は潰れそうです、政府が倒産しそうですって言って回ってんだって。国民一人当たりの借金がいくらでみたいなことをプロパガンダして回ってる部局があるみたいであります、と不快感を示した。ネットの話、高橋さんよく言った、今までの失敗の責任を取って財務省を勝て、財務省を何とかしないと、どこが政権取っても国が潰れる、そのばらまきをケチったから失われた30年があるんだろうが。そうなんだよね、財務省の言うこと聞いて今まで30年日本は経済成長しねえで来ちゃった横ばいで、その間にですねアメリカなんかは30年で GDP 倍になってます、倍になってます、日本だけ横ばい。財務省の財政健全化を聞いてたら今後も経済は発展しない。それは過去30年、まあ35年ですか、バブル崩壊が1984年ですから、まあ、35年36年、デフレなのにプライマリーバランスを気にしてどうすんだ。これは支出と収入の比率なんですけどもね、野党も減税言い出してるし財務省焦ってんだろうな。そういう見方もできますね。背景知らないと産経記事を読んでも何のことやらさっぱりわかんないですけど、まあ総理はばらまきって言われたことだけ問題にしてますね。増税のことには触れず、自身が増税派だから。高市さんはさすがに分かってるようで、財政健全化を未来の投資抑制と言い換えて批判してます。なかなか言い方賢いと思います。思いつかなかった。矢野事務次官ね、就任早々ビニール袋泥棒はバラされたし、総理と高市政務会長には睨まれたし、短命に終わんじゃないですかね。まあ、スタート早々ですね、矢野が財務省が突っこけたのはこれぐらい言っても大丈夫って、舐め腐っていろいろやったせいなのか、もしくは野党も減税を公約に掲げて焦ってる、血迷ってる。で、自分らが言ってることが大嘘だって、私もわかってるし、皆さんもわかってるし、国民一人当たりの資産だってこともわかってるし、円建ての日本国債はデフォルトしない、債務不履行っていうんですか、
万歳しないっていうことも分かってるし、全くの自業自得でですね、まあ、同情の余地1ミリもないですね。週刊誌によれば、矢野事務次官は強硬な増税派だって、早々に退場してもらった方が、世のため、人のため、帝国のためであります。実質税負担率は、驚異の 46.1%。超重税国家。それが日本であります。超重税にしたのはもちろん財務省と、財務省に騙されたバカな議員たちのせいですね。筆頭がですね、消費税が今まで日本に願ったのに 3% の消費税を財務省に騙されて導入しますって言っちゃった橋本龍太郎総理。まんまと玉蔵がされて、んで選挙で大敗北してですね、村山政権ですか、なんつうのができちゃった。めちゃくちゃになっちゃった。0% から 3% って、でね、その後30年、40年にわたって、じり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 上げてきやがってよ。私、総理だったら、毎年ね、選挙のたびに 2% 下げます。って言うな。したら、あれですよ、選挙5回勝てんじゃん。長期政権になれますね。若者が結婚しないのも財務省のせいですよ。重い税金のせいですよ。だって給料からガガンと持ってかれちゃうんだもん。民が消費しない。そりゃね、消費税高いんだもん。財務省のせいですね。なんか持てない。財務省のせい。もちろん。仕事がうまくいかない。財務省のせい。消費が、をみんな渋るから、物が売れなくて仕事がうまくいかない。取引先に怒られた。財務省のせいですね。もちろんね。これは物が売れないから、取引先も、イライラしてんですよ。部下が言うことを聞かない。もちろん財務省のせいです。会社が傾いてきた。財務省のせいですね、これね。物が売れないんだから何せ。子供が反抗期、財務省のせい。妻が浮気、財務省のせい。毛量が減り続けている。これもちろん財務省のせいですね。耳の後ろから変な匂いがするようになってしまった。財務省のせい。もちろんですけど、帝国の敵っつってもいいな、財務省な。これ焦ってんのが何だか知んないですけど、この知識、円建て国債は崩壊しない。プライマリーバランス言ってる場合じゃないデフレなのに。インフレになったから、なってから心配しろよ。デフレの時は国家が借金してもばらまきすべき。っていうのが普通の国家財政理論だ、いうのをですね、広めて回って、財務省の大嘘、財務省の大宣伝してる大嘘を打破しませんといけませんな。平議員小泉進次郎、今は平。レジ袋有料化を決めたのは僕ではありません。僕が大臣になる前に経産大臣と環境大臣で決めたと聞いていますとバラしておりました。だけどお前さ、すっかり自分の手柄にしてなかった。で、報道でもさ、小泉進次郎肝入り政策かなんかで自分で決めたんじゃなかったら、それちょっと違いますよって一言あってもよろしいんじゃない。ネットの話、自分で誇ってなかったか、自分じゃなかったら推し進めていいのかよ。実行した大臣としての責任があるぞ。まるで自分の手柄みたいに宣伝してたくせに、自分も賛成だからやったんだろうな。いけると思ってプラスプーン有料化言い出してただろう。責任は他人に、手柄は自分に。自分で自分の成果ってめっちゃ言いまくってたけど、お前は実行した責任者だと散々ですね。レジ袋無料化に戻すべきが 90% 以上だったそうであります。調査の結果ね。旗色悪くなったんで、まあ前任者のせいにすると。それまでは自分の手柄のようにめっちゃ宣伝すると。コロナで大変な時にですね、必要ない負担、効果が不明。レジ袋有料化になって何変わりました？空気きれいになった？水きれいになった？そんなことないですよね。必要ない負担をですね、民に強要すると。小泉進次郎、政治センスゼロだな。進言するですね、秘書とかですね、まあそばについてる秘書も、後援会の人間も、まあ昭和の感覚というか、政治センスゼロなのか、それともですね、周囲が慌てて、どんな助言をしてもですね、何せほら、進次郎バカですから、地頭が悪くて、
理解してないのか。レジ袋有料化がですね、新次郎の仕事になかったら環境大臣として一体お前何やったんだって話ですよね。政治センスゼロと同じで業績ゼロがよ、何やってたんだよって話にもなっちゃいますよね。この辺ね、まあ、周囲の人間は進次郎に対してとくとくと言い聞かせるべきなんですけれども、まあまあそういう人間もいないとすれば、こいつはまあ罪だなという感じであります。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。